クッキング。今日はヨーロッパをめぐって料理を学んだ地産地消のアドバイザー、国境を越えた料理を生み出すアイデア料理人、柿崎富士子さんの登場です。柿崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週はですね、この春から親元を離れて新生活を送る皆さんに、広島を立つ前にぜひ覚えてほしい家庭の味というテーマで紹介していきます。はい、今日はこちらを作ります。はい、広島名付けのチャーハン、はい、ということで、はい、今日は簡単にパラパラのチャーハンを作る、そうなんです、というやり方なんですよね。はい、これどれくらい簡単かというと、僕でもできる。そうなんです。今日は、はい、青山さんにお願いしたいなと思います。はい、僕は今日は実際に作っていきたいと思います。はい、やっぱりあと広島名付けだからね、そうですね、ふるさとの味をね、はい、味わってほしいですよね。はい、はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです。まず最初ですけれども、はい、これ広島名付けなんですけど、このまま切るとね、はい、食べにくいでしょう。ですから1本、うん、こうして裂いてみますね。ほうほうほう、はい、こんな感じですね。はい、縦に裂いていけばいいわけですね。はい、そうですね。青山さんもあと裂いていただいてってことですね。はい、ここじゃ包丁じゃなくて、はい、もう実際にそうですね、手で裂く方が早いですね、逆にね。はい、はいはいはい、大丈夫ですか。はい、はい、これもそうですね、これも半分しましょうか。これも、はい、お手伝いします。はい、結構あれですね。結構ありますね。緊張してきましたね。そうですか。慣れてない感じ。慣れてない感じ、ね。そうですね。はい、並べます、はい。これを切っていただきたいんですね。端っこから、はい、はい、お願いします。はい。これも僕を切りますか。はい、はい、お願いします。切ってください。はい、あ、さすがですね。半分に切って。これこうでいいんですよね。はい。普通に。普通に切ってください。これぐらいの感じでいいですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。はい、いいです ね、この腕の筋肉。腕の筋肉出てます。男性がこうやってね、お料理を手伝ってくれるっていいですよ ね。チャーハンもね、特にこう男性が作れる、ね、チャーハンは確かにね、はい、男料理っぽい感じはありますね。はいはいはい、じゃあそこに入れていただきまして、はい、はいはい、それが終わりましたら、はい、次がベーコンになります。ベーコンですね。はい、ベーコンは大丈夫ですね。はい、大丈夫ですか。はい、1センチぐらいの幅に切って、これこれもこれぐらいの、はいはい、お、ね、はいはい、すごい手つきいいですね。ね、貴重面差が出てますね。ね。割とね、はい、嫌いではないんですよね。そうなんですね。はい、はい、さあ、それでは次ですけれども、はい、今度はこれご飯粗熱取ったところに一つね、はい、卵割ってみますけれども、はい、卵ってこの中に入れていきたいですね。卵を割ってこの中に、はい、一、はい、つ割ってみます。ご飯は3杯分に対して卵は2個です。そうですね、はい、平らなところで割っていただいて、うん、はい、一つ入れました。それじゃあ青山さんもお願いします。卵は大丈夫なの。大丈夫ですか。これよく角でやりますけど、平らな方がいいですね。平らなところの方が殻が入りにくいですよね。なるほど、なるほど。そういうことで、はい、あ、すごく綺麗にできました。そうしましたらこれを、はい、卵ご飯みたいにこう混ぜていただければ、このまま混ぜていくと、はいはい、そうなんです。全体これ卵を混ぜてからご飯じゃなくて、ここに直接卵を入れていいんですね。そうですね、もう全然問題ないですね。はい、でこれが今日の楽技ですけれども、ご飯に卵を絡めることでパラパラパラのチャーハンができるんですね。うん、コーティングすることによって、お米の粒を卵でコーティングする感じですね。そうなんです、コーティングします。はいでしょうか。ですからあんまり熱いとね、ここで、そうか、そこで粗熱を取ったご飯のお湯ですね。はいはいはい、熱々だと卵が固まっちゃいますよね。はい、あ、綺麗にできましたね。またすごく、いいですか。はい、貴重にできましたって感じですね。はい、さあ、いよいよ今度はこれを炒めていきますけれども、はい、フライパンにもう油が入って熱くなっておりますので、ここにまず先ほどのベーコンを入れて炒めていこうと思います。はい、じゃあ、はい、飛びますから気をつけてください。ベーコンが入ります。はい、はい、これ普通に炒めればいいですか。そうですね、はい、ベーコンから油が出るまでちょっとしばらく炒めてください。はい、今日これ具材、はい、ベーコンと広島なんですけど、はい、他には例えばどんなものが入ってますか。私でしたらね、まあ、もちろん広島ですからチリメンも使いたいし、チリメンのチャーハン美味しいですよね。はい、そうですね、それと私はね、アンチョビもよくチャーハンに使いますね。へー、それ珍しいですね。はい、美味しいですよ、あの旨味が出て。はい、これもやっぱりハムよりはベーコンの方が、ベーコンの方がね、旨味が出やすいですね。はい、さあどうでしょうか。油がしっかり出、はい、た感じでしょうか。大丈夫ですか。はい、あの大丈夫そうです、ね、火加減とかその辺は柿崎さん仕切ってください。はい、はい、仕切って切ります。はい、はい、確認しております。さあ、それでは先ほど絡めました、はい、もういいですか。はい、卵を入れていきます。卵ご飯を入れていきます。全部入れます。はい、はい、
これからがまた中火よりちょっと強い火で全体に、はい、炒めていただきましょう。はい、これを炒めていけばいい、はい、そうですね、はいはい、少しね、普通はこう振るでしょ、振りますね、こうやって、はい、すごい、私できないんですよね、この音がサガサガサ、これでも、こうやって振らなくてもいいんですよね、振らなくてもできるんです。こう、この状態で焼いていっても、はい、パラパラになるというものなんですね、はい、全体にあの火が通りましたらパラパラになりますから、はい、火加減これ大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です、はい、いいからです。でもなんかチャーハンってこう振りたくなりますよね。振りたくなるでしょう、やっぱりさすがあの男の料理って感じですね私でしたらなかなかそれができない。多分男はね、振りたくなるんですよね。振りたくなるんですか、もう料理が本当に美味しそうな料理、美味しそう、美味しい料理に見えますよね。だから、振った方がモテる気がします。あ、そうですか料理をしてる感じがありますね、はい、なんかその方がいいような感じですね。それと今日はね、油がすごく少ないんですね、はい、ですからヘルシーなチャーハンになります、うんうんうん、はい。ここでこのコーティングされた卵に火を通していくと。はい、だからここは割としっかり炒めるんですね。そうですね、そこでしっかり炒めていただくことが本当にポイントになりますね。さあどうでしょうか、どうでしょうか、先生さん、こんなにゆっくりとこう炒めていてパラパラになるんですね。はい、そうしましたらなってます？なってます、なってます、大丈夫です。そんなにゆっくりって言わなくてもいいじゃないですか。いや、だってパラパラにするためにいつも焦っちゃって。そうですね。割とこっちはいっぱいいっぱいでやってますよ。さあさあ、お、飛び散った。飛び散りました。先生さんが余計なプレッシャーかけるから。さあどうでしょう。どうですかこれ？いい感じですね。まだ炒めた方がいい。パラパラになってますね。はい、それくらいになりましたら次をしていきますね。はい、あ、そうだ、広島菜漬けを入れてきますね、これからね、はい、ここで広島全体に散らしますね、はい、広島菜漬け、はい、広島のは最後なんですね、はい、もうあの火が通ってますから、とりあえず馴染ませる感じです、ね、馴染ませる感じ、ちょっと少し敷いた方がいいかもですね、はい、はいはい、さあ、どうでしょうか、はい、いいですかね。そうしましたらもう全体に馴染みましたら、今度はごま油を全体にさ入れさせていただきました。はい、鍋肌からごま油が入りました、はい、はい、わあ、いい香り、いい香りしますか、はい、さあここで塩コショウで味を整えますね、はい、ちょっとあの混ぜてていただいてよろしいですか、はい、最近のね、広島菜漬けってあまり塩気がないので、うん、しっかりと振っていただいても全然問題なく美味しく召し上がっていただけます。あ、パラパラに美味しくできましたね、はい、さあいよいよですけれども今日のうま技ですね、はい、うん、これから先ほどごま油を振りましたけれども、最後に今度は煎りごまを振るんですね、うん、それとで旨味が風味がプラスしますね、はい、もういいと思います。もういいですか、はい、はい、できました。さあ、はい、そうしましたら今度はこれを盛り付けていこうと思いますけれども、はい、はい、あ、お疲れ様ですね。じゃあこちらを入れていきましょうかいかがですか、手がこれ大丈夫ですか、はい、そうしましたらこの中に入れまして、はい、あ、大丈夫です、大丈夫です、すいません、家通りでもごまをひっくり返して、いやいやなんか緊張ですね、炒め終わったと思った瞬間にごまをひっくり返してた、はい、さあここでしっかり押さえましたので、はい、はい、いよいよ、はい、ありがとうございます、パカッといきますね、あ、なるほど、はい、パカッといきまして、はい、うわ、いい形になりました。いいですね、そうしましたらこのごまを、はい、やっぱりちょっと潰していただく方が風味が出ますから、ひねりごま、はい、ひねりごま、はい、これで出来上がりです、はい、こちらで広島菜漬けのチャーハン完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。他にはですね、アンチョビやそしてチリメンジャコもおすすめということですよ。ポイントです。材料は最初に切っておき、炒め始めたらスピード勝負です。泉水さんにはゆっくりと入れましたけど、一応スピード感はあったつもりですがご飯に卵を絡めることでパラパラのチャーハンを作ることができます。ごま油と煎りごまで風味をプラスしました。さあそれでは泉水さん、はい、どうぞお召し上がりください。いただきます。本当にごまのいい香り、はい、広がってますね。ごま油と仕上げのひねりごまでね、はい、パラパラです。パラパラしますか、はい、あ、わあ、ほんと一粒一粒がちゃんとしっかりと、うーん、おいしい。いいですかいいですねこれはおいしい。本当にちゃんと一粒一粒にこう卵がコーティングされていて、パラパラですし、あとね、
本当に味付けがシンプルだったじゃないですか。そうですね、はい、素材のベーコンと広島菜がそのまま生きてますか、はい、うんうん、なのでお塩だけ広島菜の塩加減で調整すればいいわけですよね。あとは今日そのね、ちょっとカッコつけたくて振りましたけど、一切振らなくても作れる、はい、振らなくても普通に炒めていけばっていうね、なので女性とかでもね、はい、大きいフライパンで作れるという、はいはい、そんな作り方になってますんで、ごま油もいいですね、おいしい日頃いつもよく食べるなって思ってましたけど、うん、実際作るとこうやってもりもり食べてもらえて嬉しいですね柿崎さんどうもありがとうございました。さあ明日は三滝荘の鈴木さんに大根とこんにゃくのそぼろにあんかけを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。